一旦球場出てきて、ランチを食ってもう一度球場に今入るところです。入り口の入る直前の、甲子園球場の、この辺の景色は、数十年来ほとんど変わっておりません。それでは、皆さんこんにちは。今日の、サンケイスポーツのコラムはね、阪神巨人戦の第2戦目の感想を書いてありますけども、まあ、この2日間、今日は今甲子園球場のすぐそばのね、かつては都ホテルと言われたところの、外から、収録しますけども、今日は第3戦目、これから間もなく球場に入りますが、この 1,2 戦、今日のサンケイスポーツには書いてありましたように、まあ阪神、岡田監督、巨人原監督対決、これは2日間とも7回に勝負が出ましたね。明暗がね、分かりました。まあ原監督はもういろんな手を使おうと、チームを何とか活性化させようと、いうことで、まあいろんな手を使いましたけど、まあしかしまあそこですよね、問題はね。昨日も長野を出してね、ゲッツー食らうという、あれはもう1点どうしても欲しい場面ですから、なんといったってセオリー通りバントで送って相手を揺さぶると、ゲームの後半になってくると1点のそのプレッシャー、例えばスコアリングポジションにランナーを2アウトであろうとワンアウトであろうとね、早く置いて1点取るというのがですね、まあ上等手段なんですけど、昨日は何を考えたかちょっとね、最初からバントやらす気がなくていきなり打たして、まあ逆に長野もプレッシャーかかったと思うんですね。あそこで相手にプレッシャーをかけないままゲッツーでチャンスを潰したと。で、一方タイガースはね、ワンアウトながらも一番当たってる木浪にバントをさして、その後ツーアウトからランナーを返して3点取るというね、もうそこで明暗が分かりましたね。采配がね、常識的なこの1点を取るぞという岡田の監督のまあ采配の、なんていうんですか、手堅さというかね、まあやはりベテランの監督の落ち着いた采配だったんではないかなと。まあ今笛吹けど踊らずはまあ巨人の状態ですから、まあ岡田原監督もいろんな手を打ちたいと、こういうチャンスにいろんな手を打ちたいというのはこれよくわかりますけどね、昨日今日の勝負だとこれはもう明らかに、岡田の勝ちです。だけど今日で、挽回できるかどうか。今日はピッチャー松井、まあ若いまだピッチャーですけどね、それからまあ阪神がやっと復活してきた才木というね、まあ復活というよりももともと才能があったピッチャーですけども、まあこの二人の若手の対決で振り返ってみると、この三連戦みんな、若いピッチャー、出してきて、いずれも好投してます。まあ要するに成長したピッチャーたちがこの阪神巨人の三連戦にですね、出てくるという意味ではですね、非常に興味深い、またちょっと今までと違うローテーションピッチャーではないピッチャーが出てきてね、ゲームを作っていくというようなそういう展開になってますから、まあおそらく今日もそんなような展開になるんではないかなというふうに見ておりますが、試合前の予想としてはですね、今日がまあ結構いい勝負になる、いよいよ原監督も発揮、本領発揮できるか、岡田監督そのまま堂々たる、戦い方を見せるかというね、非常に興味深い、今日の試合になります。また結果は、また、終わってから皆さんにお知らせしたいと思います。ではこの辺で終わります。同期、はい、阪神タイガース、はい、よろしく、まあ、またゆっくり、今度ゆっくり、はいはい、その時代の話を、はい、よろしく。ここはちょっと場所があんまり言わないから、はいはいはい、また、じゃあ、同期です。同期、藤田平。